やられました。ポケモン映画初めてなんですけど、ちょっとびっくりしました。自分とザルードがこう重ね合うっていうところもありましたし、いつか離れる時も来るっていう永遠のテーマのような劇場版ポケットモンスターココ、やられました。リボン軍でしたっけ、 R の ザルードヒロシ亀みたいなやつ、あ最後幻のポケモンでしょ、あのピンクのやつ。全くポケモンのこと分かってないんですけど、面白かったです。劇場版ポケットモンスターココ、やられました。私東野幸治はココのココにやられた。こんなぞ誰一人損せえへんいいアニメに、なぜ僕みたいな心ない人間をオファーしてるのか分かんないですよ。どうしてもこう子供が見る、ね、親と一緒に子供が見る映画のイメージですから。でもなんかちゃんとなんか夢中になって、全くポケモンのこと分かってないんですけど面白かったです。あのね、ポケモンの映画を芸人さんに勧める場合、どういうキャッチコピーかというと、とにかく見たら絶対にその登場人物の中に自分に当てはまるやつがいてるから、それを探せと。でそれを探して見つけたら、そこからどうしていいか、どうやったらなんかこう人気者になるとか忙しくなるかっていうヒントが隠されてると。やられたなっていうところは、人間ですからいつか離れる時も来るっていう、なんか永遠のテーマのような、ね、自分も子供がいてて、で子供ももう大人になって、もう結婚して孫がいてるんですよ。だからってなってくると、なんかこう自分とザルードがこう重ね合うっていうところもありましたし、時と場合によっては俺もゼットみたいな感じに振る舞うんかなとか思いながら、感情移入しやすかったですよね。あなたも劇場でここにやられちゃってください。いやでもそんな別にないですよ。あのなんか別に皆さんと同じ、その社会の同じぐらいのルールでなんか挨拶するとか、あの人のもの取らないとか、あの財布盗まないとか、それぐらい本当あんまり変わらないですよ。挨拶だけちゃんとしとけばね、まあ、舞台の上とか、 なんか本番中とかある程度何か、うん、許されるし、なんか、ね、嫌いな人に嫌いっていうのはちょっと失礼ですけども、なんか好きな人になんか、まあ、不思議な世界で、まあ、嫌いって言ってもなんか許される世界なんでね、ある程度のそのいうなんかマナーさえ守ってたら別に問題ないとは思うんですけど、はい。あーなんか言われたわ、なんか巨人師匠が、オール巨人師匠が厳しいとか言われてましたけど、でもね、あの実際お会いするとそんなあの注意もされることないですし、なんか服装が乱れてるとかあんまりそんな特にないですね、巨人師匠に言われたっていう。なんかこの間なんかあの巨人師匠がもう芸能生活もういよいよラストスパートで、どうしてもこの曲をヒットさせたいんやって言って CD もらって、お前絶対聴けよってすごい怖い顔で言われましたけど、あのはい、絶対聴きますよ言うて、それから1週間経ってますけど一切聴いてませんけど、あのでもね、意外とそんな厳しい人いないですね、今やっぱこの時代ですし、まあパワハラになったりもするし、だからなんか優しい感じになってますけどね、はい。だこっちのザルードの世界の方が厳しいですよ、本当に起きてとか、まあ確かになんかジャングルを守るとか、なんかザルードっていう、ザルードのなんかこう守るためにやってらっしゃると思うので、こちらの方がなかなか厳しいから、その厳しいところの、まあ、村というか仲間を捨てて人間の子供を育てるっていうのは、なんかそういう意味で言うと、だからあのしっかりしてるなというふうに思うし、自分がザルードやったら、育てへんやろうなっていう、あの人間が住んでるところまで行ってちょっと置いて帰るぐらいですよね、我々ができることっていうのは。だから偉いなと思いましたよ、見ながら。いやだから全然行ってほしいし、やった方がいいと思いますし、なんか垣根ってやっぱ飛び越えた方がやっぱりいいし、行っちゃってね、なんか失敗したなとか違うなと思ったらまた戻ってきやすいじゃないですか。垣根が高すぎるとね、戻ってこれない場合もあるから、ある程度そこそこの垣根にしておいてもらって。だからもともとはだってお笑い芸人さんってね、なんでしょうか、地位の低いなんか仕事というか、なんか武井さんとかタモリさんとかさんまさんがなんかすごいテレビで頑張っ
ったというか、あのなんかこう才能を開花させたおかげで、なんかお笑い芸人さんの仕事の幅がすごい広がって、でその後トンネルズさんとかダウンタウンさんとか雲南さんとかのまたさらに活躍で、お笑い以外のなんかいろんなちょっと真面目な番組とか、なんか逆に映画作ったりとか、なんかドラマ作ったりとか、そういうなんか多岐にわたる仕事ができるようになったのは、なんか先輩方のおかげっていうところもありますから、うーん、ね、そういう道を作ってくれたんで、あるならばその道を行く必要もね、行ってもいいと思いますし、さらに先輩方が作ってないのがあれば、後輩たちがなんかその道を作っていくのも一つだし、そういう意味で言うと、だからあんまり自分に制限をなんかこう、自分はここまでだって決めない方がいいとは思いますし、楽しいと思いますよね、その方が。やっぱ基本的に人間の器はすごいちっちゃいんで、人と人との架け橋になった とてその人たちが得じゃないですか。だから僕やっぱ根っからの Z なんですよね。やらしい性格ですから、架け橋になるよりはそこに入ってうまみをいただきたいみたいなところがあるんですよ。だからなかなかまだ人間の修行が足りないので、ここみたいになんか架け橋にいつかなれたらねいいのかなとは思うんですけど、だって実際だからほぼ職場は大体吉本とか他事務所のお笑い芸人の人たちとの職場なんですよ。だから音楽関係とか、なんか俳優さんとか女優さんと番宣ゲストで来ますけど、そんなに何か一つのものを作るっていう経験がないから、架け橋にあんまなる機会がないんですよね。まあ、もしかしたらバラエティ番組で映画の宣伝に来た俳優さんと、なんかドラマの宣伝に来たなんか女優さんとなんか架け橋になって、なんか2人が意気投合してなんか次回作一緒にやろうよみたいなんでヒット作が生まれたりすれば、こっちも架け橋になったなっていういろんなインタビューで言えるんですけど、まだ32年ぐらいこの世界いますけど、まだ一回もそんなことないです。ちょっとこれを糧にちょっと後半の人生頑張っていきたいと思います。架け橋になれるように、はい、映画を見て、そうですね、これを映画を見てちょっと駆け足になりたいなっていう、そうですね、俺これでもないしこれでもないしこれでもないし、この辺でなんか掘削作業してるおっさんですから。はい、ちょっとでも ここの丘に上がれる人間になりたいと思います。なんか子供が結婚して孫が生まれたんですよ。ただ海外に住んでるんでまだ会ってないんですよ、コロナ禍で。なんか写真とか動画ぐらいですよね、なんかこう見たりするの。だから早く、まあ、早く収まってくれたらなとはちょっと思ってるんですけれども、はい。いや言ってるんですけれども、でもなんとなくいろんな方がもうそうですけど、なんか面倒見たり可愛がったりとかされてると思うんですけど、往々にしてそういう人ってまず売れないですよね。はい、売れてる先輩と同じもん食べて同じうんこしてるやつ絶対売れないです、僕の持論ですから。やっぱそこはやっぱ距離取ったりとかそれぞれで頑張っていただいて、なんか一緒に仕事するときになんかご飯食べに行ったりとか、なんか大体の関係の方がいいのかなとはなんか持論としては思ったりしますよね。でそういう意味で言うと、今回のこの映画もそうですけど、だからキングコング西野君とかオリラジあっちゃんとかで、藤森君もそうですけど、なんかこう自分たちの道を歩んでいったんで、なんかこう親の立場、勝手に親の立場になると、だから頑張っていただきたいなとは思えるっていうか、まあ、共通点で言うとそういうとこですね。はい、まさにこう一人立ちして、そうです、そうです、ここですよ。だから西野がここであり、嫌な西、ね、ここですけどね、西野のここは。はい、あっちゃんとかもだってもうジャングルからシンガポール行くんでしょ。いや立派なことやなと思ったりとか、藤森は藤森でジャングルの近くうろうろ多分するんでしょ。だからそれぞれのなんか個々の人生を歩んでほしいなとはちょっと思いますかね。はい、ザルードじゃないですか。どうしても親目線でザルード目線になっちゃいますね。でもなんか一方でこうなんかココのなんかこうザルードポケモンに育てられて、ね、また人間とサトシ君と出会って、なんかこう人間の部分とか潜在的に持ってるなんか人間の部分とかっていうのもなんかこう魅力的ですし、やっぱこの2人が一番
魅力的ですし、なんか目がいっちゃいますよね。だから初めて本当見たから、そんなにサトシとポケモンピカチュウがそんなメインじゃないねんなってびっくりしました。あー家族ね、やっぱそれは高校になっちゃうんじゃないですか。あーでもサトシもいいですよね。なんかこう自立心があるけど、こういう2人の関係性見るとちょっとお母さんに連絡するところもね、今回の映画でもありましたし、なんかいいなと思いますね。そうですね、ここかサトシかな。本番中ぐらいしか喋りませんけど、やっぱなんか頭の回転のね早い賢い子だなとは思いますし、だって考えたら別に歌のレッスンしてるわけでも俳優のレッスンしてるわけでも、なんかタレントになりたいわけでもなく、まあその言うたらティーンのモデルで人気者になってちょっとテレビ出たらなんか頭の回転が早いからあれよあれよとバラエティー出たわけでしょ。だからど真ん中の世代じゃないですか、子供の時にポケモンを見てたっていう意味で言うと。はい、いやだからその思い入れは強いと思うんですよ。だから最近だからもう10年ぐらい前からもうみちょぱは見てないと思います。ポケモンから離れてると思います。それでもしも見てます、毎回見てますって言ったらそれ嘘ですね。はい、みちょぱの嘘です。そんなみちょぱ俺見たくないです。みちょぱは多分本音で喋ってくれると思います。子供の時は見てたけど最近は見てないと思ったから、逆にどんな感想か聞きたいです。多分俺があええー、なと思ったシーンとか絶対言わないと思います。全く違う感想だと思うんですよね。果実食べてるで、でここがいやだから植えたらいいんだよって言って、ザルードからのそういう、まあ、ジャングルの、まあ、動物たちの発想からするとその何か育てるっていう発想がないじゃないですか。ああいうところ俺ええー、なと思ったんですけど、絶対みちょぱ何にも響かないと思います。はい、あとあれです、 Z が悪くして川落ちようとするところ、なんかこのここがロープでこうね、でこうずっとこれ自分にはなぜこのなんかロープみたいなのがないんだって悩んでたけど、やっぱ人間ですからやっぱ知恵っていうのがあるからロープを使って、縛ってこの木のところに縛ったじゃないですか。あのシーンも俺ええなと思ったんですけど、絶対みちょぱ何にも思ってないです。落ちなかったぐらいです。 Z 落ちなかったっていうぐらいだと思うんですけど、だからそういう意味で言うといろんな世代で生きて楽しいなと、終わってからお茶飲みながらあのシーン良かったなとか言って納得するところもあれば、いやそうみたいな、いやこっちの方がいいんじゃない、いやそっちはあれやんけとかいうふうになんかおしゃべりできるというか、だから小学生とか中学生高校生大人でお父さんでおじいちゃんおばあちゃんみたいな全ての層がなんか見てああだこうだなんか喋れる映画だなとは思いました。みちょぱが似ているキャラクター強いて言うならみちょぱが似ているキャラクター、あのなんか博士の横で女の人が優しくてもうやめましょうみたいなあのキャラじゃないです。ではないです。あれですね、街でここが初めて街にいた時にあのなんか亀付きが画面のなんかそうパロディみたいな亀が暴走したあれでいいですよ。で有吉が止めるっていう有吉がまあ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 って止めるっていう、そうそう暴走する、でみちょぱのこの辺触ったら落ち着くっていうはい、僕とね中村勘九郎さんはあの腹違いの種違いの兄弟なんですよ。他人なんですよ。でもほんま腹違いの他人、あのその種違いの兄弟ですから常に気になるし、いつかねあの歌舞伎座とは言いますけど国運歌舞伎ってあの東京百貨店のところでやってるんですよ。あれはだからそのちょっとこう歌舞伎の敷居高いけれども、歌舞伎役者でもだから看板とか血筋によっては大きい役もらえない人とかが大きい役もらえたりとか、一般の方とね役者と混じって芝居できるんで、いつかは国運歌舞伎出たいんですよね。中村勘九郎君とね一人二役というか、お前は誰だ俺はお前だと言いながら二人でこうやり取りしたいなとはいずれ思ってるんですよ。はい、
ここのここにやられたは、うん、だから育ての親のザルードのここに対する深い愛情にやられました。なかなかねできそうでできないことじゃないですか。でなおかつ一人前にして自立させて旅立っていくっていうのも認めるっていうのはなかなか器が大きい懐の深い男だと思うのでそこにやられました。お願いします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 。じゃあ早速、はい、流しますので。お願いします。人がいっぱいいて。全然あの気にならないです。はい。はい、お願いします。お、見てていいんですよね。はい、はい、見てていいです。はい、お願いします。初めてですか、ポケモン映画。本当初めてです。あのアニメも見たことない。だから本番前にスタッフさんに見たことないって言ってたし、ほんで見てたら、でもアニメと全然違いました。あの全くポケモンのこと分かってないんですけど、面白かったです。子供を育てていくんだっていうところの、なんかこう回想シーンがところどころ戻ってくるんで、なんか良かったりもしますし、はい。で、ほんと誰一人損せえへん。いや、誰一人損せえへん。いい話ですよ、本当に。こんなこと誰一人損せえへん。いいアニメに、なぜ僕みたいな心ない人間をオファーしてるのか分かんないんですよ。俺 Z やったわってあのなんかそういう夫婦でねだからお父さんお母さん子供できれば3人で見ていただいたりとか家族みんなで見ていただくとお母さんの意見も聞けるしお母さんも子供の前でねお父さん Z やでとはなかなか言いづらいから子供が寝て寝静まってからねあんた Z やったなみたいないやお前も Z やでみたいな話もなんかこうお大人同士で喋れるような映画かなともちょっと思ったりも、はい、しました。もし芸人仲間にこの映画をおすすめするとしたら、はい、何とおすすめされますかと。なんか変なボケを相方に持ったらああいうツッコミを覚えていかなあかんとかなんかいろんなところでこうお笑いに生かされるなんかっていうシーンがあったので、はい、じゃあ僕ごめんなさい、ちょっと待っていただけると、はい、ごめんなさい、ちょっと映ってなくて、ありがとうございます。はい、いや、あの人は、まあ、ギリだよ。はい、あ、じゃあなんか手持ちのあれでもいいし、銀紙に怒られないぐらいの。見てらっしゃるときすごいいい表情で見てらっしゃる。いやいやいや、いい面白かったです。あの1時間半っていいですよね。あのさっと見れますよ、ね。はい、さっと見れるし。最後カメラ回ってるときだけモニターでしたけど、なんかエンドロールでなんか喋ってたんですけど。すいません、なんか短い時間でしたけど。ありがとうございました。失礼します。失礼します。